であれひろ雪が安らかにお眠りくださいって言ったら、丹波哲郎が俺は眠ってなんかいないよって言ったやつのね、このエピソードね。これでね、もうガラッと変わったんですね。多分ね、そのエピソードで言ったことによって丹波哲郎がね、あ、この人、デイのことわかんない人なんだなって思ったんだろうな。多分それだと思うんです。それでね、このシーンあたりでいなくなってるんですよね、丹波哲郎っぽいのがね。いや、いるけど。いることはいるけど、なんか丹波哲郎だけじゃなくて、丹波哲郎に関わる存在だったのか、なんかね、ワクワクしてたとか、そういうのがいっぱいあったんですけど、それはね、こうやって、矢原宏樹と宮城とかが、霊がわかるやつだからっていうやつでね、言われたいみたいな、ワクワクみたいなね、心理番組やるぞみたいな、死んだ自分と、みたいな。そういう意味でワクワクあったのかなと思ってるんですけど、こうやってね、嘘のエピソード言うからか、で、いなくなってですね。で、なんか怒ってる。でね、矢原宏樹はその後もね、なんかもう喋り続けてる、なんか怒ってるのがいて。で、生前のエピソードを喋ってますね。で、喋ってる時に、またあの白い包んでる稲荷礼なのか、それがね、超洗脳させてる技を使ってる状態になってる。で、これで丹波哲郎のは終わりですね。ずっといた霊で、オーラの泉、いつも霊いなかったんですけど、唯一いた霊が丹波哲郎のやつで、他もいたかもしれませんが、まだ全部見直してないのね。で、矢原宏樹はいつも霊がいますって言ってる時は霊がいないので、黒いのが、ね、このこ、いつも真ん中にいる黒いのが見せてるだけ。あれ本物の霊じゃない。もうこれでいいか。で、もう基本ね、ずっと嘘を言ってるだけです、矢原宏樹は。ほんと宗教って感じでね。宗教って感じで、複数のね、宗教にいるようなのが、操る力も持ってですね。これね、で、ここのね、これがね、ほんともドロドロした重い感じの動画を撮ろうと思ったんですけど、喋るのならってやつでね、喋るの来るから喋るのがいいからか、江原秀幸の思いのをかき消す感じになってしまっている。で、の中でも江原秀幸が、たまに霊能を発揮してるんだろうなってやつのね、とこも言いますね。でね、これを発揮してるのが天狗によるもの。発揮してるのが天狗によるもの。だろうな、でしょうな。でしょうね。これ名前なんて方なんですかね。村上弘明さんって方ですね。ゲストがね。村上弘明さんってやつの。怒ってくるのは来た。江原弘明で会ってるってやつ 言おうとしたので怒ってくるのが来た。江原弘明は全部偽物だって言えて怒ってくる。これが強いのでね。で、嘘ばっかり言ってますが、ところどころにね、当ててる感じがあるんですね、矢原宏樹ね。その当ててるのか、何か当ててるか。矢原宏樹にいる天狗。ある程度わかるんでしょうね。わかる時があるんですね、天狗がね。天狗側、矢原宏樹は、その天狗によって、天狗によってとか、なんかね、シルバーと紫が混ざったようなね、ババアに見えるのがいるんですけど、それもね、なんか伝えてる感じ。
ちょっと待って、そのシーン今見てもらおうか。で、この村上弘樹さんってやつについて初め説明しておくと、なんかね、時代劇の役者さんだったみたいですね。で、今までなんか時代劇の主役をやってた方なんですかね。なんか銭形平次とかのやつの主役ではないんですかね。主役なんですかね。で、これがどういう作りになっているのかも、ゲストの芸能人もやらせですが当たり前ですで全員やってるのか、たまにやらせですじゃないゲストがいるような感じもするんですけど、それはやはりひろきを信じてる感じになってるんですかね。当たるかな、どうかなって感じで不安そうに言ってる井原秀幸が、村上さんのこと。武器だったか侍の家系だったか聞いたことはあります。怒った感じで言ってんの。お前嘘だって言うなよって感じで、お前嘘だって言うなよって怒った感じの黒いのが洗脳させるんじゃないですけど、さらに別のね。で、八幡神社が、なんとか言って。で、八幡神社がすごくよく見えましてねって言ってるんですね。ここね、天狗が濃いので、多分ね、井原秀がたまに怒ったりするのはこの天狗によってなと思うんですけど、この八幡神社について言ってるの天狗ですね。だからね、超真剣になってるとか、なんかブチ切れるのかな、この人みたいな感じでね、言ってくるとき。それは天狗が言ってることをそのまんまね、井原秀幸が言ってる感じになってて。八幡神社だけっていうのは、その言葉だけ出してると思うんですね。天狗側がね。それ以外は何も伝えてない感じで、井原秀幸も伝わってなくて。で、八幡のやつでね、この後ね、武器とかも言ってるんですけど、武器、これは嘘で言ってますね、ただの。いつもの白いのが言ってるので、白いのが混ざってるので、白いのが技を使うのはね、いつも、洗脳させるっていう。で、八幡を信仰している家の役柄が多いってやつ。こんなのはね、その人の今までの番組とか見ればわかることですしね。で、こういうので合ってるっていうやつを、合ってるっていうやつを言いたいってやつで出したのなら、八幡って出したのか、霊視で言ったのか、ただ洗脳で言ったのか、ちょっとわかりにくいんですけどね。ああ、ただね、ここだけはね、本当だって言ってるんですよ。天狗のやつと、心のバーバーに見えるのな、井原秀樹が、私のじゃなくて。で、こういうね、合ってる、天狗とかが合ってるってやつを、信じないとね、天狗側がガチ切れするんです。で、井原秀樹のファンとかね、井原秀樹悪く言うと、怒ってくるの。私もちょっと怒ってた時もあったんですけど、あれね、操ってるんですね、その天狗側がね。だからまあ最近私はね、操られないようにしようと思ってますけどね。ちゃんと、怒った状態になるともそれはね、しないようにね。で、この村上さんがですね、やはり秀樹をやらせと思って付き合ってるのか、霊能者で見てもらおうと思って出てるのか。なんかね、他のゲストとちょっと感じが違ってね、なんか信じてないような感じでね、言ってるところが多いんですね。開始でね。他のゲストはもう全部そうなんです系のね、全部信じます系で返事してるんですけど。
そうなんですかね、みたいな感じのね、開始になってるのが。ノリに乗ってね。もうどのシーンか忘れた。私の井原博之のそのパターンをね、超真剣な感じの表情になるときはね、合ってるんだが多いんですね。井原博之がなってるのが、天狗がもう絶対これだけは伝えたから、絶対本当だからって、超真剣な顔になるときがいつもね、合ってると思えてるんですよね、井原博之がね。そういう時だけ超真剣な怒った顔になるんです。で、それ以外のやつはもう全部嘘で言ってるので、嘘を信じてくれるようにっていう感じのばっかり。あとね、信じさすようにする白いのとか、さっきの黒いのとかがね、信じさす技を使ってね、ただ洗脳させるっていうやつですね。オーラの泉か、こういうやつで、一番ね、洗脳させる側の技が強いやつが、スピリチュアルの江原博之が DVD とか出してたやつのね、ああいうやつがもう、作りがもう、ただの宗教じゃんってやつの、ほんと今見返すと、これがね、洗脳させる技を使うのがすごくてね。白いのとか、白いのが。もう、井原博之の言ってることとかどうでもよくて、ただね、洗脳さすっていうかもう、ぼーっとして心地いい感じになるんですね。その状態を味わうだけの時間になって、井原博之何言ってたかなってやつのね、全く頭に入らないって。ただこの、やつをまあね、覚えるときはやっぱ本の方が頭に入るってやつで、まあ頭入ってもね、全部嘘なのでね、何を頭に入れてんだってやつで、原博之が言ってきたやつも全部覚えても、正しいやつじゃないのでね。やっぱね、間違いを言ってるところで、のとこほどね、濃く入ってるんですよね、白く。洗脳さすやつが。ただなんか言わせない系もあるんですけどね。で、いいぞやれって言ってる側もいるんですけどね。でもほんとなんか半笑いで言ってるんじゃないですけど、やはりいる気がなんかにこやかな表情でね。こうなんです、こうなんです、全部こうなんですってやつの。法則とかスピリチュアルとか全部こうなんですってやつのね。もういい、めっちゃブチ切れてるのをね、現れる。これね、こっちが悪いやつじゃないよ。多分。井原博之の悪いけど。でも、これはこれで、嘘言ってるところじゃなくて、挟んだってやつ、天狗のやつもね。ちゃんとわかるのを挟んだ。天狗系のやつとか嘘とか言ってないの。だからその天狗系のやつ嘘じゃないのにってやつで、そこは怒るんですね。天狗系のやつがね。ただその、井原博之はそれだけじゃなくて勝手に嘘言いまくってる。全部見直してないけどね、ほんとめったにない。たまにポツンとね、天狗によってね、正しいことを言ってる感じの時があるんですね。ほんと、多分数十人に一人ぐらいの時かな。だからそれだけは合ってるのにってね、信じなかったら超怒るんですよ、天狗側が。によってね、井原博之もなんかね、怒る感じになってるんだと思いますけど、なんか井原博之の付き人のやつとかね、見ましたが、井原博之がなんかね、無償でなんか付き人を雇ったって、で、お仕事させてたって、で、無償で、お金を払わなくて、で、なんか急にパワハラ系とか暴力系になるって、急にマサキ幽霊が現れて入ってきて、なんか暴力系になるとか言ってましたけど。ただね、マサキ幽じゃないと思うんですけど、私の。で、マサキ幽ってあれ、本当に、ああいうのがね、いたことはいたんですけど、黒いやつのね。
いや、怒る気は多分ね、天狗によってなってると思うんですけどね。まさきよって結局何だったんだろうって言いたことは言ったんですけど。何だったんだろうね。でもあれ、今ちゃんと見るとね、あの頃のね、答えてちょうだいとかも、まさきよが出てきたやつとか。あれね、そもそもあの番組がやらせって感じでしたし、本当の霊なんていなくて、黒いのが、見せる霊、本当の霊じゃなくて黒いのが見せるのが霊となってたので、本当の霊ではなかった。で、マサキヨが対処したって何なんだろうって。じゃあマサキヨも、やっぱそっち系の、洗脳殺系の中の存在だったの。で、ひろゆきのオーラで泉の初めの、一番初めはね、ただの心霊系なんですけど、だんだんね、もう2回目ぐらいからね、白いのがね、広がって、白いの何なんだろうね、これ。私の方で白い神様ってずっと言ってます、言ってるらありますけど、あれとね、ちょっとエネルギーに似てるとは言えば似てるんですけど、これがね、もういなくなったんですよね、途中でね、オーラの泉終わるぐらいからね。で、終わってもさらにいなくなって、で、オーラの泉が盛り上がってた頃が一番ね、江原ひろゆきもね、そういう白い神様とかのやつのエネルギーも良かった。なんで原ひろゆきに入ってたんだろう、白い神様。あれ、ストレートにいい白い神様であったのか、何だったんだろう。